ハイコなんです。妖怪ウォッチプニプニの次のイベント、スナックワールドコラボイベントの追加情報が入ってきました。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。期間はね、4月1日スタートということで、これはまあ前回お話しした通りです。イベントマップ方式、ポイント玉が降ってくる、このあたりもね前回お話しした通りです。そして新たな情報として、今日ねアプリの更新がありました。そこで大辞典にね妖怪が追加されました。なんと14体、すっげーいっぱい追加されました。まあポイントとしてはね、イサマシが SSS ランクと S ランク、豪傑が SSS ランク、SS ランク、SA、 そしてプリチー SS、 そしてニョロロンにも SS ランクがあります。もちろんね、これらはねスナックワールドのコラボキャラになるわけなんですけども、押さえておきたいのはドラゴンナイトチャップ、これがね来ます。種族はイサマシ族の SS ランクじゃないかと僕は思っています。今回の目玉キャラは多分これだよね。そしてもう一体のイサマシの S ランクはチャップですね。こちらもガシャから出てきます。ドラゴンナイトビンサント、こちらはプリチー族の SS ランク、これもねコラボガシャから出てきます。ドラゴンナイトビネガー、これがね豪傑族の SS ランク、これもねぜひともゲットしたい妖怪に、まあ妖怪ではないけどね、になるんじゃないかと思います。隠しステージに登場するあのむっちゃ強い強敵枠、これがね確率で仲間にすることができます。そして今回のイベントのね肝となるとこで、アイテムがね3種類追加されています。まず一つがこのクリスタルソードですね。ビネガーパレスのボス、ビネガーカーンから、まあ、確率で入手することができます。これがねなかなか落ちない、まああの隠しステージのね強敵枠ではないので、まあ倒すことはねそんなに難しくはないと思うんですけども、なかなか落ちない。チャップ S、 これはガシャからゲットします。それと合成してドラゴンナイトチャップ SSS ランク、これをね作ることになります。そしてもう一個、なんだこれは、メローラのパンツ、パンツがねゲットすることができます。おいなんだこれ、コナン頭おかしくなったのか。まあそうなんですけども、獲得 Y ポイントアップ30分間、入手方法はね、まあ、Y ポイント交換などでゲットすることができます。まああれだよね、リモコンゲタみたいな感じかな。スナックワールドコイン、これがですね入手方法が無料配布、そして、まあ、ボスからね非常に確率低いんですけども、確率でゲットすることができます。このコインはすごいです。コラボキャラしか出ない、まあ、コラボキャラが出る Y ポイントで回すスナックワールドガシャで使えるコインになります。なのでスナックワールドガシャで、まあ、チャップとかがね引けずに爆死する人結構出るんじゃないかと思います。多分ね僕も爆死しそう、まあそれでもね全然問題ないです。スナックワールドコインからもしかしたらねチャップ出るかもしれない。さあ皆さんはね今回のスナックワールドコラボイベント、どんな感じのイベントになると思いますでしょうか。あれだよね、ドラゴンナイトチャップとか SS ランク枠がどんな入手方法になるのか、そのあたりがね非常に気になるよね。またねコメント欄で教えてください。以上コナンでした。